いらっしゃいませ。イケメンいる？あ、イケメンはいますね、はい、あ、本当？じゃあ入りたい、はい、あ、すいません、あの当店あの飲み物の持ち込みはご遠慮させていただいてます。いいじゃん、いいじゃん、あとちょっとしかないの。あ、すいません、あとちょっとなんで、こちらでお預かりさせていただいて。いや、預かったってぬるくなるじゃん。持ち込みされる場合はあの当店入店をお断りさせていただいてます。え、じゃあ今ここで飲めばいい？はい。あ、じゃあ3秒で飲む。はい。これでいい？いや、本当にイケメンいんの？イケメンはいますね。本当？あと暑いからエアコン16度にして。はい。マオでーす。いいですか？いや、名刺いいかな、さ、なんかチャームとか前のお腹すいたんだけど。早すぎん？お腹すいたんだけど、まだ一人目やで。このお店こんなキラキラしてんのにチャームの一つも出てこないの？うん、チャームは出えへんかもしれへん。何だ？いいよ、もうお腹すいた。何だろう？バカウケ？いいじゃん、てか何だろう？先飲もう。早い早い早い。クール早いんよ。待って、後で一緒に食べようよ。え、もらえると思ってる？うん、うん、ダメ？フードとかならあるよ。なんなんの？なんかいろいろ。何じゃ、怒ってよ。無理。うん、そうなの、食べると。おいしい。おー、水みたいに飲むな。大丈夫？言わないでね、まだ。咀嚼音とでか。食べるに夢中で全然喋ってくれへんよ。寂しい、そんなの無理無理。ちゃんと喋って。ここにファミマあったからさ、うん、ここに何か買ってきてよ。おう、後で行こう一緒に。え、今買ってきて。あ、無理、後で一緒に行こうよ。行ってきてよ、もう1回から。なんかちょっと暑いんだもん、この中暑いな、なんか。本当？じゃあ後でちょっとクーラー入れてもらうね。今がいい。わがままやな。え、今日もしかしてアフターしてくれるの？アフター？うん、まあまあ飲み直しがあれば全然。え、ほんと？考えてあげるよ。え、ご飯どこ好きなの？焼き肉食べたい。焼き肉。あ、焼き肉？よかった、ホテルとかじゃなくて。うん、ホテルなんてそんな。焼き肉がいい、焼き肉持って。あ、いいよ、いいよ。行きつけあんの？あるある、シャトーブリアン食べたい。じゃあシャトーブリアン食べさせてあげるから俺でいい、飲み直し。もしかしたら他の人お寿司とか連れてってくれるかもしれない。寿司がええの？寿司って言えや。シャトーブリアンね。ありがとう、シャトーブリアン行こうね、うん、でもやっぱさ、今さ、お腹空いてるから、うん、とりあえず買ってきてくれ、うん、買ってきてもらっていい？今今？うん。ああ、どうもどうも、はじめまして、笠原陸人って言います。うん、お願いします。え、主任？主任ですね。え、売れてるの？あ、もち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 。うーん、はい、そうなんだ、はいはいはい。あ、本当ですか、ありがとうございます。売れてる人好きですか？うん、好き。好きなんだ、よかったよかった。すごい、めっちゃ見るやん。うん、いいね、このフェリーノの T シャツ。あ、本当ですか、結構みんな着てるけどな。うん、結構みんな着てない？いいね、アクセサリーもめっちゃなんか可愛い。ありがとう、ありがとう。あ、で、結構そういうとこ見るんだ。うん、センスいいなとかってこと。うん、なんかそうだなって。あ、そっちだ、お金の方だ。え、主任ってなんて給料いくらもらえるの？給料ってどうなんだろうね。まあでも働かなくても昼食分ぐらいはもらえるかも。働かなくても？変な話ね。先月何位だったの？先月全然6位ぐらいよ。うん、でも6位でしょ、うん、え、すごい、お金すごいいっぱいもらったんじゃない？え、そんなそんなそんな、昼食の1年分ぐらい。え、そのメガネいくらするの？イブサンローラン。じゃじゃじゃ、ビトンね。ビトンだから。ビトンだ、あ、ほんとだ。そう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 、いくらするんだ？え、欲しい欲しい。欲しい？顔の半分くらいだよ、これ。そういう、私とか絶対合うよ。いやいやいや、そういう、だからでかい人につけるやつとかじゃないから。え、違うの？うん、なんか小顔に見えるように、こう、でかいやつみたいな。いや、もうそれ以上小顔にしなくていいんだ、私の方がそれ大事じゃん。まだまだ、いいんだって、それ俺はもう。物もらえる場所とかじゃないから。うん、欲しい欲しい。だ、まずあれじゃない？じゃあ俺のこと好きな人にしてくれないと。働かなくても主任っていう立ち位置で昼食の1ヶ月分ぐらいもらえるよと。いや、その分じゃくれてもいいじゃん、講座教えとくからさ。あ、じゃあそしたら LINE 聞いてもいい？え、本当はいつも送りの人だけにしてんだけど。だけど特別教えるから、金くれるからな。うん、三菱 UFJ。 ちょちょ、もう言わない言わないよ。言わない言わない。待つ待つ。ちょちょ、覚えらんないし言わないし。そんな簡単に教えるやつじゃないから。いい帽子かぶってるね。じゃあまた始まる。呼ばれてるから、また始まっちゃうから。おねだりしても一個もくれないじゃん。ごめんね、うん、そういう場所ちゃうの。ケチだ、ケチだけ
ケチかよ、ケチ。もういいよ、早く行ったよ。怖い怖い。でもありがとう。はじめまして、プレイボーイです。プレイボーイ書いとっています。プレイボーイ、どうも。いただきます。かわいいでしょ、うん、そうです、人生で一番漏れた名刺なの。実物の方がかっこいい。めっちゃ言われる、うん、見る目あるね。もう見る目ある、ね、でしょ。顔もかっこいい。最強や、うん、何かついたけど一番好きかも。本当、うん、いや、嬉しい。お目指ししちゃおうかな。え、してくれる。でも私今日お金持ってないから。あ、そうなんだ。あ、一応うちの皆さん2万1000円なんだけど、うん、2万1000円持ってない。いや、結構高いんだけど。前の初回で行ったとこの直し5000円のとこあんの。そんなことあんの。高級店だからさ、かっこいいと譲れないのよ。だから2万1000円払ってほしいな。そんなに持ってない。この前の焼肉行っちゃったから。焼肉食べたの。今日80円しか持ってない。おい、初回料金も払えないから。初回料金しか持ってない。何しに来たいの。あ、じゃあ家にあるとかない。口座にあるとか。ちょっと大久保公園の方行かないとない。あ、なるほどね。その場で稼いでくるタイプね。一旦ね、それはちょっとさせられないよ、さすがに。でも今80円しかないでしょ。こっから出れないよ。サラダにして帰らないと。出れなくなっちゃうけど。しかも今日もう終電なくなっちゃった、うん、あ、終電なくなったの、うん、いや、うちは遠いだ。遠い。あ、遠いんだ、うん、で電車がないとやっぱ帰れないっていうかね。電車も乗りたくない。タクシーでしか借りたくない。おお、なのに今80円しかないの。タクシー代に入れないし。え、タクシーでくれよって、うん、やるか。じゃあ分かった、うん、あのさ、今日何時まで仕事。今日ね、1時で終わりかな。あ、じゃあ私それまで待ってるからさ、うん、その後ホテル一緒に行こうよ。おお、大体やな、うん、あ、それは何、俺と一緒に行くとかじゃなくてホテル代を奢ってくれてる。あ、全然一緒でもいい。何年目からやね。何もしないから。それなんかさ、男が女の子誘う時のセリフなんよ、それ。なんかお金も払ってあげないんだけど、やっぱそれ指名してもらったら、ありがとうな気持ちでやることもあるかもしれないけど、ちょっと今日はな。やだ。やだよね。一緒にいたい。そうだよね、一緒にいたいよね。ちゃんと返すから。来週ちゃんと返すから。それ絶対返すよ、そのセリフなんよ。絶対来週返すから。やだ、行かないで。やだ、行かないで。ありがとう。やだ、それやだ、頑張って。こんにちは。よいしょ。はい。テンション低く。どうした？なかった嫌なこと。うん、それあげる。これあげる？俺このデブのもんあんま食わないかいらないか。は？うん。いただきます。さっきの人のセリーヌってさ、それ制服？ここの。お、制服だよ。セリーヌ。食べログ開くなってお前。やめろって。いや、食べログ100名店チェックしないと。ああ、大事だね、うん、串カツ好きでしょ。は？串カツ好きでしょ。まあまあ好き。だよね、うん、連れてってあげること。俺いっぱい知ってるから、串カツは指名のホストってしか買ってないから。あ、そうなの。じゃあ飲み直しよ、しなよ。誰がお前なんかで飲み直しするか。どうした、どうした。もう帰る。どうした、どうした。帰る。大丈夫か。もう邪魔。帰る。うん、狭い、帰る。狭い、狭い。それは、どっちかがでかいな。二度と来るか、こんな店。本当に右足です。おー、右足やってんの。やってんな。誰が好き、君が好き。山田でございます。できたー。今のことでみんな彼女プリプリ書いてね。そうなってる。まあ、もう激励です。まあ、ということでね、再現の VTR ですか、まあ、やってみたんですけど、まあ、感想をみんなが聞きたいなと思って。うん、まあ、俺着いた瞬間お菓子むさぼり走ってくれた。話してくれるのはいいよね。確かに。まあ最悪。まあ自分的な猫多いからね、うん、食べてたらね。確かに確かに。おもろかったっす。シンプルにね。逆になんかいてほしい。あいつやべっすよって言いたい。僕はあれですね、なんかこう見なり見られて、はい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 、ちょ一個ちょうだいよ。まあいないね、いないね、いないね。まあ最終的にはそのアクセサリーもお金もくんないからケチって言われた。それはやらねえよ。そうそうそう
で、あげない方が悪くされる。そうそうそう、の理不尽な回でした。なるほど。所持金も80円しかないんだけど。マジで。確かに。なんかホテルもなんか誘われたかと思ったら、あ、私一人で泊まるから大丈夫みたいな。断られないし。断られないよ。なんでやねん。普通シンプルにおもろかった。逆説高かった。なるほどね。あの、イタ客やってたんですね、一応。はいはいはい。もう笑ってたから。やりきれてなかったね。全力出しすぎたって。いい子でしたな。今月も近づいてましたから。近づけてた。笑えよ、そんなやつ。いや、もう、いたらなんか面白いもん。拍手したら。YouTube チャンネルもなんかやってるとかやってないとか。おぉ。オスキムっていうチャンネルをね、まあ、ここにいるメンバーでいうと、あのマオニャンとあとキリさんでやってるんでね、チャンネル登録と、まあ、いいねしてもらうのとチェックしてもらえたら嬉しいんで、お願いします。またこれからもどっちのね YouTube このチャンネルもそして僕らのチャンネルも見て、プリズムにも遊びに来てください。今日はありがとうございました。バイバーイ。